翻訳パワー。翻訳はい、ちょっと、はい、噂は、はい、本当なんですか。はい、じゃあ聞きました。うっそ、翻訳パワーのお相手が、はい、なんか筋肉美女だっていう。はい、パワー近いです。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。パワー。はい、皆さんこんにちは。カズシーズチャンネルの時間がやってまいりました。本日はですね、あの力道山3世の力選手の SNS が今すごく盛り上がってるんですけども、どうやらね、婚約をしたらしいと。その婚約者の相手が謎の筋肉美女で、もうね、あの茨城の方の実家の方に一緒に住んで、なんか映画とかをね、一緒に見に行ったりとかなんかしちゃったりして、すごくね、SNS が盛り上がってるんですけども、今日はその真意のほどを確かめるのと、婚約祝いも兼ねて力選手を呼び出してますんで、突撃取材をしてみたいと思います。撮ってる？今ね、力選手を待ってるんですけどね。あ、ちょっと遅いですね。待ち合わせからなんかね、ちょっと1時間ぐらい経ってる。まあもうすぐ来ると思うんで、ちょっと待ってます。いいね、力。来た来た。お疲れさん。元気？なんとか、はい、ちょっとインタビューとか。はい、力選手ね、はい、来てもらいました。力選手、はい、久しぶり。はい、王さん、ご無沙汰。元気してた？はい、なんとか、生きております。ちょっとなんか体大きくなったような気がする。あ、ありがとうございます。今何キロ？今90ですね。90？はい。ちょっと本題に早速入りたいと思うんですけど、はい、今ちょっと SNS ですごい盛り上がってる、はい、婚約したという、はいはい、噂は本当なんですか？はい、はい、本当です。本当？はい。力選手婚約したそうです。はい、婚約しました。そのお相手が、はい、なんか筋肉美女だっていう噂を聞いたんですけど、はい、それも本当ですか？はい、本当です。おお、おめでとうございます。ありがとうございます。で、筋肉美女とは、はい、まあ話せる範囲でいいんですけども、はい、あの慣れ初めをちょっと教えてもらえると。そうですね。SNS で知り合いました。 SNS で、まあ、現代的な SNS で知り合ったという、まあ令和の時代にぴったりな知り合いの方だと思うんですけど、ちょっとね、そんなね、婚約した力選手にちょっと今日はね、はい、お祝いをね、ちょっと婚約祝いを持ってきました。力選手、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。で、もう一個あって、はい、実はもう一個あって、はい、まあ、ちょっとね、これまあ本当こんなつまらないものなんですけど、はい、このね、結婚リング、うん、すごい。結婚、これをちょっとね、左手の薬指にちょっとはめてもらいたいんです。はい、かしこまりました。こんな感じでよろしいですか？いいね。こんな感じでよろしいですか？そうそう、ちょっとサムネ用にちょっと写真撮ろう。そうですね。こんな感じでよろしいですか？ OK。 はい、で、筋肉美女の、はい、まあ、お名前は公開まだしてない、はい、まだ公開なし。はい、もしよかったら、画像とかは公開してください。あ、紹介して大丈夫な画像でした？大丈夫な、あの力選手の SNS に載ってる画像なら OK。 そうですね、はい。じゃあその画像ちょっとね。で、力選手に、はい、あのちょっといくつか質問したいんですけど、はい、まあ、その筋肉美女に惹かれたところって何ですか？そうですね、もともと筋肉美女をすごいあのかっこいいと思ってまして、うんうん、タイプが筋肉美女。はい、実際にこのお会いしてみて、はい、もう一目惚れというか。そうですね、だからお互い一目惚れという感じですかね。あ、お互いに、はい、じゃあもうお互いもう一目を見てパッと、あ、もうこの人だって。あ、そうです、はい。じゃあその間の婚約する間までの交際期間というのはどのぐらいあったんですか？もう本当に短いです。もうほんのにわずかな時間。ほんのわずかな時間。じゃあもうそれだけみたいな感じで、それだけもうインスピレーションがあったというか。はい、そうですね、最初はお互いに、まあ、自分を鍛えている女性がすごい好きで憧れがあったので、そういう方と結婚するのが夢だったのですが、うん、相手の
その婚約者もあの自分のことを一目でもうすごい気に入ってくれまして、でお互いに仲良くなって話していってたら、うんうん、あの話題がものすごい合いまして、おーおー、例えばそうですね、うん、大長編ドラえもんの話題をパッと出したら盛り上がったりですとか大長編ドラえもんってどのくらい長いんですか？ですね、のび太の恐竜から始まって、恐竜から始まってその映画シリーズ、はい、あそれでもうだって何十年って続いてるわけでしょ、はい、それを話したらじゃああったわけ、はい、でさらにそこであのドラえもんとパーマン の、うん、あのつながりにつの話題で盛り上がったりですとか、あのさらにですね、あと南国少年パッパ君の話題でもなぜか盛り上がりましたね。これは非常にマニアックな話題ですねこの普通の人だったらもう知らないよぐらいの古いアニメでも知ってたと、はい、それが力選手とのお互いの共通の趣味というか、そうですね、で漫画とかアニメの話題がすごい合うってことで、うん、あなんかSNS 見たんですけど一緒に映画も見に行ったという、はい、ドラゴンボールで最近はもうガンダムとかドラゴンボールを一緒に楽しんでまして、おガンダムも、はい、女の子でガンダムを見るっていうのはなかなか珍しいですよね。そうですね、うんうん、もう宇宙世紀シリーズはもうあの一通りもう婚約者も見てまして、うん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 、素晴らしいですね、まあ、お互いのその共通の趣味もあって、はい、それ一緒に楽しめるものがある、はいね、これ素晴らしいですね、まあ、今、はい、幸せでしょ、はい、もう顔からねもう幸せがにじみ出てるっていう感じなんですけど も、 も、はい、今は一緒に暮らしてる、はい、茨城で、茨城の方で、はい、ご実家の方でね、はい、先日あのがんから奇跡的な復活をされた桃田光雄さん、はい、もう喜んでることでしょう、はい、光雄さんはねすごく力選手のことを心配してね、はい、いつも会長に一緒に来てアドバイスをしてくれたりとかね、はい、まあ、僕もねすごく尊敬する先輩なんですけども、はい、まあ本当に末期がんだった、はい、末期の肺がんだって、もうほぼもう助からないという状態でステージ4、はい、でお医者様からはあの最後に思い出を作ってあげてくださいってことで、最初はあの自宅で過ごすって予定だったんですが、うん、あのうちの母があの一縷の望みかけてみますかと言われて、うんうんうん、お願いしますということで、うん、あの抗がん剤と、放射線治療を、うん、あの両方並行して、うん、あの何ヶ月かあのやっていただいて、うんうん、そしたらみるみるうちに、うん、あの腫瘍がどんどん小さくなっていきまして、すごいな。で最近あの、免疫治療って新しいがんの治療法ができておりまして、そちらもあの抗がん剤とかあの放射線である程度小さくなってからじゃないとできない治療だったんですが、うんうん、あの奇跡的に小さくなったことで免疫治療に切り替えて、うん、で1年間続けたところ、もう状態がもう日常生活を全く問題なく送れる状態になりまして、でもうそれ以降最初にあの発見した時はもうそこら辺に転移してたんですが、うんうん、免疫治療を始めてから全く転移をしなくなりまして、あの今ではもうお酒も飲めるようになり、あお酒も飲めるようになった、はい、あの先日あの3人でお酒を飲んで、おそれは素晴らしい、でそれから翌日3人であの、ドラゴンボールスーパースーパーヒーローをあの自分とうちの父桃田光雄とあの自分の婚約者と3人であの楽しく見てくる、えちょっと待って、桃田さんもドラゴンボールを見るわけ、はい、はい、うちの父はもうドラゴンボール大好きで、あのまあ、ドラゴンボールもそうですし、スターウォーズにしても、うん、あのうちの父からの影響で、うん、あなんか聞くところによるとドラクエを何周もしたっていう、はい、そうです、あのこれすごい話なのですがあのうちの父はもう末期の肺がんっていうのあの、うん、なってもそれでもう恐れることもなく、うん、もう本当に自分の精一杯、うんうん、あの好きなプロレスをやって、うん、あの生きてきたっていう気持ちがあって、うん、もうあるがままを受け入れるという感じでしたので、うん、もう病院でも何も恐れることもなく、うん、あの入院中抗がん剤治療と免疫治療をしながら、うん、ドラクエイレブンを入院中に4週クリアしましたしかしね、でもそのもう末期で、はい、もうねその状態からカムバックするっていうのは相当すごいよね、はい、さすがね、ここはあの力道山先生の血を引いてるというか、本当そこもプロレスラーとしての不屈の魂というかね、はい、そういうのはありますよね。そうですね、今はもうカウント 2.99 でもうやられる寸前だって思ったと、はい、ところからあの最後の最後にあのうちの父の得意 の、 あの逆さ抑え込みで、あの強敵にもうなんとかあの3カウントを取ったという形ではないかと思います。素晴らしい、これはね、桃田さんあのご回復おめでとうございます。ありがとうございます。で今一緒に住まわれてて、はい、食事とかっていうのはどうされてるんですか？食事はですね、あの自分も料理をあのちょうどこの中でいろいろ料理を勉強しまして、うんうん、あの作れるんですけど、うん、クッキングパワーってね、クッキングパワー、はい、うん、自分も料理をしますし、あの婚約者も料理をするんで、うん、あのお互いと料理を作り合っております。
どうですか、婚約者の手料理は美味しいですか？美味しいです婚約者の料理をね、いっぱい食べて一緒にトレーニングもできて、はい、なおかつ趣味も一緒にできるって、これ最高ですね。はい、本当にもう自分自体がちょっと変わり者なので、あの違う人ってなかなかいないなと思ってたんですけど、うんうんうん、あの自分と完璧にあの何もかも合う人っているもんだなと思って、奇跡の出会いがあったと。はい、それはね、さすがの、ね、力道山先生の血をね引いてるやっぱり人間なんでね、それはもう僕らのずっと力選手のことはね、あの気にかけてたってね、ずっと心配はしてたんですね。でもなんかね、今すごく幸せそうなんで、はい、なんかすごく嬉しいです。ありがとうございます。うんうん、なんかあの SNS とかも結構ね、あの頻繁に投稿するじゃないですか。はい、でそういうとこ見て、ああね、幸せそうだなとか思って、はい、すごく嬉しいですよね。ありがとうございます。で、あの今後式の予定とかっていうのはあるんですか？は、今のところ式の予定は、まあコロナ禍もあってね。はい、でもあとはじゃあ入籍までカウントダウンと。そうですね。はい、ただもしかしたら式は、うん、やるかやらないかも分かんないですし、うん、やるとしても宇宙一でという可能性もあります、うん、なるほどですね。力道山4世の予定というのは預かり物ですので、時の流れに身を任すと、はい、でもね、みんなそこをね期待していると思います。力選手のね、このパワーを引き継いだ力道山4世ができるんじゃないかと、すごく、ね、期待してますので、ね、ありがとうございます。はい、そんなわけでですね、今日は力道山先生の、力道山3世の力選手に来てもらって、はい、婚約のインタビューをしてみました。はい、力選手、本当に今回おめでとうございます。ありがとうございます。ね、ますますね、力選手の活躍をこれからね、僕らは見守っていてね、またね、今度ね、はい、一緒に試合してみたいとね、はい、思いますので、ね、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。最後にちょっとパワーで締めてください。パワー！